見えるためにはこんにちは、一般社団法人 GP の松大輔です。本日はですねこう同じように毎日ルーティンをやっているのにどん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 人生が良くなっていく変化していく人と同じことをやっているのに変化しないあるいは逆に悪化していく人の 違いが何が違うかっていうことをね、まあ、ご質問をいただきつつ、あそういえば、以前の私はね、もうずっと頑張ってたのに悪化したなと。でも今本当にこうありがたい形でどん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 進んでるんだと。何が違うのか。で、この周波数でこう考えてみたときに、あ、ここが違うんだなってこう感じたんですねで。そのところのシェアに入ります。では、画面の共有です。こちらですね。行動して変わる人と行動して変わらない人、何が違うのでしょうか いうところなんですけど何が違うか、一生懸命、例えばですよ、毎日、あのー、筋トレをやりますとで。筋トレをやって、毎日やってるのになんかメンタルが下がっちゃう人と、メンタルが上がる人とか、日々ね、えー、自分を整えていくために、毎日こう読書を3ページとか、ね、5ページ毎日やりましょうと決めて、良くなっていく人と悪化していく人、あるいは日韓社員をやりましょうとやって、でやってるんだけど悪化,悪化する人と良くなる人、何が違うかって言ったら、 やってる時とかやり終わったあととかですねその日々日々持ってる時の何が違うか重要かっていうと。 フォトンですよと。フォトンって何何って言ったらこう、自分が出してる意識、どんな意識、どんな周波数、どんな意識の周波数で存在していますかと。フォトンっていうのは私たちが嬉しいとかできるとかダメだとかま、まだまだもっと頑張るぞみたいな時に、フォトン、光の周波数をこう飛ばしてるんですねで。それで波を出してます。で、波を出して、えー、自分の体もその波で揺らすし、周りも波で揺らして、そういう現象がどん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 起こってます。なので、例えば、 行動して変わらない人っていうのは、毎日こうね、感謝業やりましょうとか、毎日筋トレやりましょうとか、本を読みましょうってやったときに、毎日毎日毎日やります、やってるときに、これだけやってるのにって思ったり、もっと頑張んなきゃってこう、やってると、自分の体に対しても、周りに対しても、もっと頑張れ頑張れ頑張れ、これだけやってるのにってこう、 やると自分の脳のね考え方もそういう回路をどんどんつなげていくし、周りとご案内いただく方々ももっと頑張んなきゃとかね、これだけやってるのにって、こう、枯渇感の人たちとえ周波数が合ってくる、パラレルがそっちに行くんですね。で、じゃあ行動して変わる人っていうのは同じように毎日感謝業をやりますよとかね、この本を読みますよ、筋トレをやりますよって言った時に、これだけやってよく頑張ったって自分をねぎらうとか、 本当に日々、微差わずかな差でね、微差わず、微差で成長しているねっていうふうに、もう、 できててもできてなくてもこれをね言うんですね。そうすると、よく頑張ったとか、ビサでね、成長しているねってこう、褒める、ねぎらうと、自分の体もその高い振動数でねぎらいね、褒めるっていう周波数で揺らすし、周りに対してもそれで揺らすので、そういうご縁の方々とどん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 つながってくるし、イコールそれがそういうパラレルの世界に行くので、本当に頑張った、よくやったっていう形になると、 脳もどんどん開いていき、えー、自分のね、えー、体に,体に自分の体にこう取り込んでいくということもどんどん早くなってきます。なので、この同じルーティーンをやりながら、どういうふうにやればいい思えばいいかというと、この周波数を大切にする、これだけよくやったね、頑張ったねっていうふうにやっていっていただければと思います。で、いうふうに本当に自分をねぎらう、ね、褒めるっていうふうにやると、人のやっていることに対してもね、褒める、ねぎらうって自然とこう、 出せるんですねだけど自分に褒めることができてないと例えばある支店長さんがいらっしゃったんですけどセミナーにねで支店長さんがスタッフを褒めなきゃいけないってわかるんだけどなかなか褒められないとって思ってたのが自分を感謝業自分を褒め始めてると自然とスタッフのことを褒め,られる褒めている自分に気づきましたというふうに 自分をまず褒めるっていう周波数で存在すると、いろんな出来事に対しても褒めるっていう周波数に入るので、スタッフさんも自然とこう褒められるので、ぜひね、自分のやった行為、毎日毎日やってることに対してよく頑張ったじゃーんっていうね、響きを響かせていっていただければ、あなた周りの周波数がね、こうねぎらい褒める周波数だらけになっていきます。そういうふうに人生をね、どん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 運んでいっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。